ケント公爵、エドワード王子、KG、GCMG、ジッシーボ、1935年10月9日帯は、イギリスの王族。初代ケント公爵、ジョージの長男で、イギリス女王エリザベス2世の重帝。母マリナは、ギリシャ王家出身で、女王の夫エディンバラ公、フィリップの重子である。2021年10月現在では、 英国王位継承順位41番目にある。ケント校ジョージとマリナの長男として、ロンドンで生まれ、1935年11月20日に、バッキンガム宮殿内のプライベートチャペルで、カンタベリー大主教であるコズモラングによって、洗礼を施される。大父母には、ジョージ5世位、メアリー・オブ・テック、プリンス・オブ・ウェールズ、ヘアウッド伯爵夫人、メアリー、この男を、アーサー、 アーガイル公爵夫人ルイーズ、ギリシャ王子ニコラオスがいる。少年時代は、バークシャーのラドグローブプレパラトリースクールを経て、イートン校やスイスのボーディングスクールである、ルロゼで学んだ。卒業後は、サンドハースと王立陸軍士官学校に進み、在学中にフランス語の通訳としての資格を取得した。1942年8月25日に、父上寺が、 飛行機事故で救世したことに伴い、6歳で、ケント公爵、セントアンドルーズ伯爵、ダウンパトリック男爵の爵位を継ぐことになった。王室の公爵として、早くに王族としての公務をこなさなくてはならないようになった、ケント公は、1952年のおじじょうじ6世の国葬では、棺と共に歩く役割を担い、翌1953年の重視エリザベス2世の 体官式においては、エジンバラ公フィリップとグロスター公ヘンリーに次ぐ順位で、祝辞を述べた。1959年には、貴族院議員となった。貴族院改革で、世襲貴族の議席が92議席に制限された1999年まで、在職した1955年に、士官学校を卒業した後は、ロイヤルスコッチグレー連隊の将尉に任官した。以降は、 香港やキプロスで軍部につき、1976年に中佐の階級で除隊した。1983年6月11日に、少々、1983年6月11日には、陸軍元帥となった。少年時代から50年以上もの間、女王の代理としての役割を果たし続け、かつてのイギリスの植民地である、シエラ・レオネ、ウガンダ、ガイアナ、 ガンビアの独立祝賀式典や、最近では、ガーナの独立50周年記念式典に出席した。日本へもたびたび訪問、皇居で、天皇、皇后と会見も行っている。貿易産業省の貿易及び投資に関する、イギリスの特別代表として、国外における、日本史や国際会議などに参加する職務に当たっていたが、現在は、ヨーク港アンドルーにその地位を譲っている。 全英ローオンテニスクロッケークラブの会長であり、そこで開催されるウィンブルドン選手権の優勝者に優勝立てを授与する人物として知られている。2021年で会長職を引退する。また2001年まではスペシャルレプレゼンタティブ・フォー・インターナショナル・トレードインベストメントの代表も務めていた。1999年、 南アフリカ共和国のボーア戦争100周年の式典に出席した。ケント公はボーア戦争でイギリスが非戦闘員を強制収容所に収容し多数の死者を出した行為についてアフリカ国人に対し大変ひどい仕打ちをしたことは英国の地辱であり権利の無視が二度とあってはならないと謝罪した。ケント公は1963年12月16日に 第16ロイヤルアルファロッジに加入し、フリーメイソンとなった1967年から、現在に至るまでイングランド、連合グランドロッジの第10代グランドマスターを務めている。在職期間最長のグランドマスターである。2013年12月に、フリーメイソン加入50周年記念を迎えた。ケント公エドワードの紋章百六十一年に第四代、順番尺。 ウィリアム・ワースリーの娘キャサリンと結婚し、のに男二女を設けた。長男ジョージは、カトリック教徒のイタリア系カナダ人女性シルバーナ、トマセッリと結婚し、1701年を追い、継承法の規定により、イギリスを追い継承権を失った。また、ジョージの子供たちもカトリックへの改修により、継承権を失っている。さらに、次男ニコラス・キも自身のカトリックへの改修により、 継承権を失った。このうちジョージは2013年を追い継承法により継承権が回復した。なお、キャサリン夫人も1994年にカトリックに改修している。ありがとうございます。